奈良県で演説会、選挙の演説をやっていた安倍元首相が背後から不審な男に散弾銃で2発左胸と首を撃たれたということで心肺停止状態という報道になっておりますが、もう確実に亡くなられていると思います。左胸は心臓がありますし、首今頸動脈とかあるので、これはプロの仕業じゃないかっていうようなこともネット上には、流れておりますけれども、非常に残念なことです。日本においてこうやってその政治家の方々が銃撃される事件というのは、本当になかなか起こらない。アメリカのようにね、誰でも銃を買えるような国ではなく、本当に限定した人たちが、散弾銃というのは狩猟免許で取れるんですね。一番最初に免許で取れるやつが散弾銃で、時間が経っていって実績が出てくるとライフルとかそういったものの免許が取れるんですけど、ある程度腕が悪くてもですね、獲物を仕留められるということで、それ用の銃が散弾銃です。なので狩猟免許取ればですね、誰でも手に入れられるといえば入れられるんですけれども、そういった人たちが悪用していたと。僕は安倍さんに初めてお会いしたのは、僕が2005年郵政選挙に出た時、自民党の本部でですね、小泉純一郎さんにご紹介いただいて初めてお会いして、その後も何度かお会いしたことあるんですけれども、僕は選挙に落ちて捕まってですね、その後何回も結婚式だったんで、あの時受かったらよかったなと思っていうふうに、声を、いやあそこは受かんなきゃダメだったんだよ、受かんなかったから捕まったんだよっていうふうに言われたりしてました。本当にいろいろ企業方言はあるとしてもですね、菅官房長官と二人三脚でですね、日本を良くするためのいろいろな政治をやってこられた実績のある方だと思います。だからこそ、なんていうのかな、安倍さんに忖度して例えば盛りかけとかってよく言われてましたけど、あれ多分役人の忖度なんですよね。もちろんだから長期政権になるとそういった忖度っていうのがどんどん増えてくる、これは事実でしょう。ですけれども、じゃあ安倍さんがね、そういったことを全て支持してたかっていうと当然それは違うと思いますし、だからこそ多くの人たちに恨まれてたみたいなところもあるんだと思いますが、銃撃をして殺すっていうのは僕は良くないことだと。もちろんそれはみんなそう思ってると思いますけど、政治家の方々、特に、街頭演説これからされると思いますけども、大臣とか首相経験者の方々には SP がつくんで、SP がついてても今回安倍首相はやられちゃいましたけど、 SP がついてないような方々、非常に危ないと思います。SNS で模倣犯という言葉聞いたことあると思いますけども、これを見て安倍首相が銃撃されたというのを見てですね、真似する人たちいるんで、くれぐれも皆さん気をつけてください。以上です。